いやー、 HC といえばですね、鍋ですよ。ねえ、僕たちの鍋を作るために、ね、買い出しに来ました。そうですね、ついに行っちゃいましょうか。行きましょう。デデステッテです。デデステッテです。何しようね。ね、エビと魚と白身魚と白身魚とぐらいしか考えてなかったよ。オッケー。魚介類は。オッケー。うわー、あの、どこ？ね、どんな魚がいいとか全然わかんない。全然わかんないね、これ。すごいわ。エビじゃん。大きいのもいいね。両方買う。1キロ20リンギット。全部。OK。OK。うお。で、うわ。すぐ。でもさ、これうわすごいね。いや、毒あるんじゃないかな、フグ。How much? 20 ringgit. 600円。 Thank you. Thank you very much. もも肉がいいな。もも。レッグ。OK。これはさ、もう言う。パクチー、人参、1キロで十分だと思う。結構する。いくらだっけ？4リンギットだっけ？かわいい。どういうこと？どういうことなの？映ってる？映ってる。かわいい。あ、超人懐っこいよ。バカすぎるでしょ。ダメだよ、そんな歩いていたら。こんにちは。全然もうファザー？ファザー？マザー？マザー？マザー。Please, one ringgit? いいな、いいチャンピカ。Thank you. よし、OK. Finish. Finish. Bye. はい、皆さん。HT2 赤道の真下で鍋をつつくメインイベント。鍋作りが始まりました。はい、ついに最終日ですから。はい、最終日。今回はるまくんあれですよね、はい、あの自らこうレシピを日本で考えてきまして。そうです、はい、作るという。そこも楽しみにしていて、はい、面白い鍋が出来上がると僕は信じております。お楽しみな感じですか。そうですね、出来てからのお楽しみな感じで。そうですね、そういう感じですね。分かりまして、はい、で僕は切りますわ。はい、ラクーアに行こうとしたんだよね。そう、そしたら着いたんですけど、どうしてもね、ジェットコースターに乗りたいっつってラクーアに行ったのに、着いた瞬間、よっしゃ乗ろうぜって言って、ジェットコースターどこっすかって言って、すいません本日は休園でしてって言われて、その時点で俺ら一瞬心折れたけど、すぐどうしてもジェットコースター乗りたいから、じゃあ後楽園行こうぜって言って、もうナビに後楽園って入れて、ブーンって行って2、3時間かけて、やばい日が暮れる、遊園地閉まっちゃうとか言って、でやっとの思いで後楽園に着いたら、ナビに入れたその後楽園が違う後楽園で、謎の荒れ地みたいなとこに着いて、そう、何もないのね、うん、ついに心折れたと思って、だけど、そう、ついに心折れたと思ったんだけど、だけども、あのそこがタケルさんの違うところです。そう、もう本物の後楽園に今から行くべっつって、またもう頑張って1時間ぐらいでスーッてギリギリセーフで間に合って、後楽園着いた瞬間ダッシュでジェットコースターまで行って1回乗って
あ、2回ぐらい乗ったか。あんなにね、ジェットコースターを乗るのにあんなに走った経験はありません。2回ぐらい乗って帰ったという。そう、いい経験やったね。ね、いい経験だったね。ごめん、全く忘れてたけど、人参で丸くああやってなるふうにして、なる、ん、ああいう丸い人参、カクカクの人参、カクカクの人参にしよう。ああ、人差し指がこんなに腫れたった。こんなに腫れちゃったよ。うるせえ。あ、違うか。違うか。違った。違うか。ヤングコーンでしたっけ。イエス。これも入れたいと思います。手でいいの。うん、いいよ、マジ、うん、手で、うん、マジ、手していい。もっともっと、もう壊して壊して。オッケー、待ってな。壊してくれ。だから壊して。デビコーンを抜いてきます。こうやって、こうやって、もう、うって。ぐちゃぐちゃにしてやりましたぜ。こっちで買った。見えるかな。スパイスを入れます。ちょっと冒険なんだよねこれ。超冒険じゃん。シナモンとか入ってる。シナモン違くね。うん、違う気がするんだよな。でもな。冒険しよう。シナモンだけやめね。シナモンだけやめよっか。こういう人いるよね。うん。その人、こういう人いるよね。見えるね。見えるね。わかる。そいつ怖いんだよね。俺。この人さ、わかるかな。この人どうすんの。このままこのまま置いてありますけど。割と重いです。ちなみに。それはタケルが聞ける。タケルがやってみよう。俺できないからさ。まさかのタケル、やってみよう。マジで、うん、何も言わないから。で、俺一つ思うのはさ、うん、鍋バーってあげたらこいつばっかバーって言ってもよくね。うん、ダメでしょ、食えないじゃん。うまい、なんでそんなうまいんだ。うん、よかったよね、ありがとう。あとは待つだけです。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どんな鍋ができることやら。いや、楽しみですね。味見した段階感じだとすごい美味しい感じ、ね、すごくいい感じですよね。でもまた変わりますからね、はい、具入れてね、待ちますと。期待しましょう。いや、楽しみです。ございまして。そうです、はい、ぜひ。じゃあ待ちますか。ぜひ待ちましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長旅2人とも楽しかったですね。そうだね、よかったですね。よかったね。また2人で旅行できまして、本当によかったね。乾杯しましょうか。2年の月日が経ちましたけど、頑張ったね、それまでね、はい、いろいろありましたが、はい、マレーシアの2人の旅に、はい、乾杯。恥ずかしいな、なんか。違う、うまいし、うん、お酒飲めなかったですもんね。そうなんだよね。お酒じゃない、飲んでますね。飲んでますね、いっぱい飲んでますね、僕たち、ね、一緒に。特別ですね、こんな。じゃあ、僕たちの鍋、オープン。オープン。わー、わー、グレートじゃないですか。出来上がり。ちょいじゃん、ちょい出来上がりです。そして素晴らしい、最後にそれをね、これをパルメザンチーズを、渾身の地下で探していただいたチーズ、チーズ見つけ出していただいたチーズ、本当に感謝してます。いただきます。かけます。うまそうじゃね。めっちゃうまそう。
せーの、できたー。豆腐でか。でかいよ豆腐。超でかいよ豆腐。豆腐でか。豪華に来よう。いただきまーす。いただきまーす。オッケー。マシがある。いただきます。はい、いただきます。はい。この新のトマト海鮮チキン鍋。チーズ入り。うまい、うまい。マジ？うん。いい具合に魚介類の出汁も出てて、めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。マジで。葉っぱが。もうみんなに食べさせてあげたいぐらいうまいっす。超おしゃれなんだけど本当に。お魚。ん？タイの仲間って言ってなかったっけ？いい味出してます。タイの仲間も。皆さんのおかげでいい旅が、過ごすことができました。それでは。お疲れ様です。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イエーイ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや食べましょう。